困ったね。これじゃ撮影にならないわ。どうにかならないの、彼。どうにかっつっても。やあやあよ、写真撮影くらい覚悟決めてとっとと終わらせちまえよ。断る。やはりレジェンド・オブ・インポッシブルな時間労働だったのではないか。社長も社長だ。よりにもよってああいう街中での写真撮影を強いるとは。撮影のモデルだと。はい、相手は新進気鋭のカメラマンだそうですが、なんでもアイオン君のブロマイドを見てベッカベカベッと電流が走ったそうですぞ。それで音楽雑誌に掲載する広告のモデルにってわけか。でもな、他人と話すのが極端に苦手なアイオンに音楽以外の仕事が務まるかどうか。そもそも引きこもりだからな、モデルの仕事なんてやる気が出るかどうかだって。この神の姿をブロマイドという名の聖画として残したいと願うのならば、この闇の第二神殿の結界内に権限し、カメラの前に佇むこともやぶさかではない。ゆえに事務所の中で撮るならばレジェンド・オブ・ノープロブレムということか。本当に大丈夫なのか。つうか、なんで俺じゃなくてヘタレオンがモデルなんだよ。納得いかねえぜ。愚か、矮小なる小動物が闇の太陽神の力に嫉妬するとはな。だと？もっぺん言ってみやがれ、ヘタレノッポ野郎。それよりどうなんだ社長、本当にアイオンの希望通り事務所内で撮ってくれそうなのか。それがですな、先方は渋バレーセンター街のど真ん中で撮影できなきゃやだだと。ゆえに、正義に帰る。俺は帰る。ゆえにこうなることは最初から分かっていた。だから拙者はやめておけと言ったのに。でもな、引きこもりでニートのアイオンが初めて音楽以外のことにやる気を見せたんだ。俺はこの機会を棒に振りたくはねえ。今は見守ることしかできねえが。けどよ、このままじゃ日が暮れちまうぜ。せめて場所変えるとか、代わりに俺を取るとか。ダメダメ、ミーはコンクリートジャングルに佇む憂いを帯びた調子のイケメンが撮りたいのよ。ち、どいつもこいつもわがまま言いやがって。しょうがねえ、多少強引かもしれねえが、あの作戦しかないぜ。周りにいるミューモンの目があるからダメなんだ。ならそいつらの視線を俺たちで引きつける。そうか、俺たちのグレンのストリートライブで家畜どもの視線を独り占め目視録だぜってことだな。いや、一塊になってしまっては一方向から来る歩行者だけしか阻止できる。ゆえに最低でも三方向をレジェンド・オブ・ブロックせねば撮影可能な空間は生まれぬぞ。分かった、要は気合だ。社会人の本気を見せてやるぜ。ゆえに群衆がロムの周囲に集まっていく。ロム、そこまで体張って。畜生、あんた一人で行かせはしねえぜ。見やがれ、牛乳早飲み高速スクワット目視録だ。行くぞ。
ラム、クローバー、ならば拙者も負けておれる。今こそ竜子無双カムイ竜腹筋術を見せる時。おい、シブバレーの交差点に変な奴らがいるってよ。もしかしてなんかのイベントかな。この神のために自らを道化に貶めることすら厭わぬとは。ああ、みんなの注目が彼らに集まっていく。これなら撮影いけるんじゃない？いいだろう。地上の民の方が現地だな。少しの間だけ神の力を解放する。だが地上に権限できるのはあと69秒が限界だ。すぐに撮るがいい、この神の姿を。いやー、おかげでいい写真が撮れた。ユタチン、ありがとね。ああ、世話になったぜ。ゆえに、明日は間違いなく腹が筋肉痛。まさにレジェンドオブ肩腹いたし。やい、ヘタレオ、おめえのせいでこんな苦労したんだからな、ちっとは感謝しろよ。矮小なる小動物の苦労など神の預かり知るところではない。だと、この恩知らず野郎。ゆえに今日はアイオンが初めて時間労働に成功したレジェンドオブ記念日、赤飯を炊かねばならぬな。ああ、この小さな一歩が俺たちバンドの成長にもつながるんだ。頑張ったな、アイオン。